ただいまから予算特別委員会第1分科会を開会いたします本日は本委員会に付託されております議第181号令和2年度京都市一般会計補正予算ほか17件のうち本分科会に関係する部分の審査を行います本日の審査の方法については今回の付託議案に関係する各局の出席を順に求めて 議案の説明を聞いた後質疑を行っていくことといたします局の審査の順番については行財政局総合企画局文化市民局および消防局の順番といたします本日の質疑時間については今日1一日の各会派の質疑の持ち時間をホワイトボードに記載しておりますこの範囲内で質疑を行っていただきますまた1人1回あたりの質疑の制限時間は 答弁を含めおね30分といたしますなお質疑の持ち時間が30分未満の会派についてはその持ち時間を制限時間といたします次に質疑の順番については各局の議案の説明を聴取した後質疑希望者の挙手を求め大会派順で発言を認めていくことといたします具体的にはまず交渉会派が大会派順に質疑を行い 次に日本維新の会の順で質疑を行うことといたします。また質疑は2区議案から外れないようにお願いいたします。なお、本日は正午から理事会が予定されており、質疑の途中であっても休憩に入らせていただきますので、あらかじめご了承願います。最後に、本日は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策を講じた上で、委員会を開会いたしますので、委員および理事者におかれましては、 円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いいたしますまず案件に入る前に委員の皆さんにお諮りいたします指定記者から写真撮影の申し出がありましたこれを許可することにご異議ありませんかご異議なしと認め許可することといたしますそれでは初めに行財政局の審査を行います理事者説明願います長谷 総務部長着席して説明してくださいはいありがとうございますそれでは令和3年2月期間に提出させていただいております行財政局関係分の補正予算条例契約議案につきましてご説明をさせていただきますまず市全体の補正予算につきまして右肩に議第201号による係数調整ごとを記載されております令和2年度2月補正予算の概要に基づきましてご説明をさせていただきます 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策の補正予算第8弾といたしまして、昨日ご、ご議決いただきました、新型コロナウイルスワクチン接種に応する経費のほか、医療体制強化や医療機関への支援、営業時間短縮要請の期間延長等に伴う飲食店等に対する協力金の増額、中小企業資金繰り対策の充実に取り組むもので,ものでございます。 また、国の防災・減災・国土強靭化の推進など、安心・安全の確保に伴う財源等を活用し、道路や橋梁等の防災・減災対策などを実施するほか、見込みを上回った社会福祉関連経費等を補正いたします。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による、資税収入の減少に対しまして、原収補填債および徴収猶予特例債を発行すると,とともに、それでもなお不足する財源を補填するために、 扶養が見込ままれる事業についいて減額補正いたしますでは、1、補正予算の規模でございます。表にありますとおり、全会計合わせまして、367億3400万円でございます。えでは、続きまして、行財政局関係部につきまして、ご説明をさせていただきます。4ページにお移りください。4ページの下から2つ目、市バス地下鉄における運行維持確保、緊急対策事業につきましては、経営に深刻な影響が生じている中、 運行維持に必要な経費につきまして、一般会計からの繰出金を4億8500万円増額いたします。続きに7ページをご覧ください。7ページの上から3つ目でございます。新型コロナウイルス感染症対策予備費5億7200万円でございます。これは今後の感染症対策に万全を期すため、これまで予備費を重要してきた事業に、国庫出金及び支えや基金を充てる財源構成を行うことで、 年数した一般財源を活用いたしまして予備費の増額を行うものでございます次に京都市新型コロナウイルス感染症対策支援支え合い基金への積み立てにつきましては寄付実績が当初の想定を上回ったため3億600万円増額いたします次に新型コロナウイルス感染症対応に伴う人事的任用職員の任用につきましては職員の給与等につきまして6000万円増額いたします次に9ページをご覧ください 九ページの一番下、高速鉄道事業特別会計繰出金につきましては、地下鉄の浸水対策事業のために必要となります一般会計繰出金1000万円を増額いたします。次に十一ページをご覧ください。十一ページの上から四つ目、職員退職手当につきましては、特例退職者が見込みより多かったことから3億7000万円増額いたします。 またその下にふるさと納税基金から名称を改めようとしております京都未来夢基金への積立などにつきまして寄付実績が想定を上回ったことから10億9400万円を増額いたします次に12ページをご覧ください扶養が見込まれる事業の減額や財源捻出につきましてまず臨時交付金充当事業以外につきまして 表の一番上に人事委員会勧告を踏まえた職員の期末勤勉手当の減額として1億7300万円を減額いたします次にいその他の税務オンラインシステム改修につきましてオープン化事業の開発中断に伴いまして5600万円を減額いたしますえ次に13ページをご覧ください人事交付金充当事業の減額につきましてご説明いたします表の一番上から 中小企業者等に対する固定資産税等軽減措置の対応につきまして、100万円の減額、また、市バス地下鉄における感染拡大防止、運行維持確保緊急対策事業につきまして、1億100万円減額いたします。これらは入札等により、契約枠は見込みを下回ったため、減額補正するものでございます。次に16ページでございます。 公共下水道事業特別会計繰出金につきましては、一般会計の厳しい財政状況を踏まえ出出、出資金の繰り出しを休止し、20億1925万円を減額いたしますえ。次に17ページでございます。4、補正予算の財源内訳でございます。今回の増額補正及び財源年数のための減額補正によりまして、18ページの一番下の合計欄のとおり、1億7500万円の一般財源を捻出いたしました。 次に19ページでございます。一般財源収入と収支不足の状況でございます。左側の表に記載のとおり、資税等の減収94億7000万円を補填するため、右の表のとおり、減収補填債や有料特例債を発行いたしますが、それでもなお残る不足に対しまして、先ほど申し上げました減額補正等により年収いたしました一般財源、および財政調整基金の全額を取り崩すことで補填いたします。 中ほどの表参考位新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況でございます11月補正後の残額から2月補正で活用する分を除きますと35億5300万円の不足が生じております不足額に対しましては扶養額の減額による財源年数のほか今後配分される第3次交付分及び第3次補正分の一部を財源として活用いたしております なお先日本市への第3次補正分の交付限度額は47億9500万円と示されたところでございます。この2月補正予算で18億6800万円活用するため、今後の活用可能額は29億2700万円となる見込みでございます。財政調整基金につきましては、今回の取り崩しに伴いまして、下段の表、参考人のとおり、残高がゼロとなる見込みでございます。続きまして21ページでございます。 のの繰り越し免許費の補正でございますこの繰り越し免許費のうち、行財政局分は一般会計で4事業、また土地取得特別会計で1事業を繰り越しする予定でございます。まず1つ目、芸術大学移転整備事業につきましては、当初工事の入札不成立に伴い再入札を実施したため、工事のスケジュールに変更が生じたことから、19億3300万円を繰り越すものでございます。次に、新庁舎整備事業につきましては、 関連いたします押し工事通りの無電中華工事におきまして当該箇所の掘削をしたところ、季節の埋設管の位置が当初の想定とは異なることが判明し施工方法及びスケジュールを変更したことなどによりまして9600万円を繰り越すものでございます次に知的調査事業につきましては新型コロナウイルス感染症にかかる国の緊急事態宣言を受けまして土地所有者との立ち会い業務を中断し作業工程に遅れが生じたことなどによりまして 510万円を繰り越すすものでございます次の高速鉄道事業特別会計繰り出し金につきましては地下鉄駅の浸水対策事業の完了が翌年度になる見込みのため一般会計からの繰り出し金も1000万円繰り越すものでございます22ページに移りまして土地取得特別会計における土地先行取得費につきましては関係する地権者の方の移転の完了が翌年度になる見込みのため9400万円を繰り越すものでございます 補正予算につきましては以上でございます。続きまして令和2年度分の条例改正につきましてご説明をさせていただきます。議案説明資料令和2年度ナンバー1の冊子でございます。令和2年度分ナンバー1の冊子の後ろの方、ピンク色のページの次の議の1ページをご覧ください。議の1ページ、議第1 9 1号京都市ふるさと納税基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 1条例改正の趣旨でございますが、新たに企業版ふるさと納税寄付金等を積み立てる必要があるため、京都市ふるさと納税基金の設置の目的を変更するとと,ともに、名称を変更するものでございます。次に条例改正の概要の1、1基金の設置目的の変更理由及び2、括弧に基金として積み立てる寄付金の追加でございます。 企業版ふるさと納税は、町、人、仕事、心、京都創生、総合戦略に掲げます5つの基本目標のもとで実施する事業に対しまして、企業が寄付を行った場合に税額控除される仕組みでございます。この企業版ふるさと納税を積み立てることができますように設置目的を変更するものでございます。次に、確保3、名称の変更でございますが、京都の未来を支える事業への先行投資として、寄付金を積み立てることを目的とすることから、 名称を京都未来夢基金に改めるものでございます、えー、続きまして、議第202号から議第204号、契約議案の関係についてご説明をいたします。恐れ入りますが、議案説明資料の令和2年度もナンバー2の冊子、ナンバー2の冊子の真ん中ほど、議の1ページをご覧ください。議第号号から 京都市立芸術役 C 地区新築工事に係る建築工事、電気設備工事、空気調和及び衛生設備工事の受け植え契約の締結についてでございます。1、工事の概要、1、工事の目的でございます。京都市立芸術大学は明治13年に日本初の公立の絵画専門学校として創設された京都府科学校を起源とし、見学以来140年にわたり国内外の芸術界や産業界で活躍する人を輩出するなど、 日本のみならず世界の文化芸術の発展に貢献してまいりました。こうした中、平成25年3月に公立大学法人京都一律芸術大学から本市に対し、施設の教脈化や耐震の不足等の問題を解消を図るとともに、芸術大学として一層の飛躍を目指したいとして、数人地域への移転整備を希望する要望書が提出されたことを受けまして、平成26年1月に京都芸大の移転整備方針を固めたところでございます。本工事は 平成29年3月に策定しまた。京都市立芸術大学移転整備基本計画に基づきまして、令和5年度の供用開始を目指して、新築工事等を行うものでございます。括弧2、工事の場所と、括弧3、工事の内容は記載のとおりでございます。ご参照いただければと存じます。え次に、議能2ページをご覧ください。4、受け入れ金額でございます。 括弧1、建築工事は140億80万円、電気設備工事は20 4, 2 0億4210万円、括弧3、空気調及び衛生設備工事は31億970万円でございます。5、契約の相手方でございます。括弧1、建築工事は株式会社竹中工務店、括弧2、電気設備工事は近電豊原デルブ特定建設工事共同企業体、括弧こ3、 空気調和及び衛生設備工事は新寮橋本 STI 特定建設工事共同協会でございます参考といたしまして議の3及び議の四ページに移転予定地付近の見取り図等を添付いたしておりますご参照いただけばというふうに存じます行財政局からの説明は以上でございますよろしくご審議いただきますようお願いいたしますそれでは質疑のある方挙手願います ありがとうございますここで確認のため質疑通告者を申し上げます平山隆夫委員井上賢二委員大道委員山岸委員大津委員田中貴則委員加藤愛委員平山義一委員宇佐美委員通告漏れの方おられませんでしょうかでは順次発言を許します平山隆夫委員 おはようございます、まあ、の本日は令和2年度2月補正予算の審議であり、私、最初の質疑者でありますので、少し全体的な総括的な議論から行いたいというふうに思うんですけれども、今回、第8弾ということでもあって、ですね今回の補正予算案は、 3 7十六円程度の規模で、ですね、えー、多岐にわたる補正予算であると、まあ、いうことは分かる、認識をしているところでございます。まあ、今、えー、緊急事態宣言が出されていて、ですね、まあ、新型コロナウイルス感染症のまあ発生者数ですね、こういったものはまあ減少傾向にあるのは、ですね市民の皆様お一人お一人のまあ努力をはじめ、そして関係、ご閣議のご尽力によるものだというふうにまあ評価をしているわけであります。まあ、一方でですね 当然ながら予断を許さない状況であるということもま事実であって、引き続きの警戒が必要であるというふうには認識をしているところでございます。まあ、そんな中、ですね私が特に懸念をしているのは、やはりこのコロナによる影響を受けたですね京都の経済の状況であったり、その事業者の皆さんのま疲弊具合が気になるわけですね。 まあ私、2, 2月8日の総務消防委員会においてもまあ指摘をしたところでもございますけれども、事業者さんに対してですね業種を限定せずに、例えば京都市の独自支援をまあ設けることが必要であるというふうにまあ申し上げたわけでもあって、まただ一方で、今回の補正予算案に関しては、幅広い皆様方にご活用いただけるものは現状ないわけでありますけれども、しかしね、独自制度を創設するためには、本市の財政状況というのは非常に厳しい。 ま国の臨時交付金の活用も必要であって、ですね、まあ、これまでからですね我が会派はですね臨時交付金の増額に関しては、まあ、強く要望をしてきたところでもあります。まあ、そこで、えー、まあ、今日の説明でもございましたけれども、まあ、国の3次補正予算が成立をして、本市への地方創生臨時交付金は47億9500万ですね。 まあそのように説明もあったわけでございますけれども、まあ、今回の2月補正予算で中小企業の資金繰りの対策の充実であったり、また中小企業相談窓口体制の強化など、ですね、まあ、国の3次補正分からですね臨時交付金の18億6800万、まあ、これを活用するというふうに記載あったわけですけれども、改めて問いたいのはどれだけ今残っているのか、教えていただきたいと思います。金山財政部長 はい、あの今ご質問ございました臨時交付金の活用状況でございます。あの本年の交付円額からあの今先生おっしゃいました2月補正であの使った18億6800万これを差し引きますと今残額29億2700万円があの残ってまあ活用可能という状況でございます。平山委員、了解しました。今ご答弁あったように今は29億2700万円あるとまあいうことを今確認したわけですけれども、まあそこでね2月の当然補正予算のこれ編成時からですね。 緊急事態宣言のまあ延長がです、ねえー、決定したりです、ね、まあ、状況の変化が生じてきたということも、これまた事実であってです、ね、まあ、先ほども申し上げたとおりです、ね、まあ、地方創生臨時交付金を活用してです、ね、この司会の会期中にでもです、ね、追加提案をすることなども含めてです、ね、早急に本市の独自の支援を行うべきではないかと、私は改めてそのように強く考えるところです。 特に活用にあたっては、もちろんですね、これ、今後の感染状況に備える必要もあって、全額使うべきだまでは申し上げることはできないですけれども、少なくとも一部を活用して、ですね事業者の皆さん方への支援制度を構築するべきだというふうに考えますけれども、行財政局のご見解を求めたいと思います。財政担当局長 はい、委員がご指摘のとおりです、ね、2月補正予算の編成をした当時から比べまして、緊急事態宣言が延長されるなど、状況は日々刻々と変化をしているという状況でございます、そしてまた、当然、その影響に伴いまして、経済への影響の長期化というのも懸念されているという状況でございます。 そして、今後、当然その感染拡大を防止するというのは、それはもちろんのことでございますけれども、緊急事態宣言は解除された後につきまして、経済の回復を後押ししていく必要があるというふうなことを考えております、そしてそのための施策が必要であるという認識を持っております。 そして委員ご指摘のようにですね、今後の感染状況にも備えていく必要というのは当然ございますので、臨時交付金のその全額を活用するというのはなかなか難しいかなと思いますが、今現在施策について産業観光局と詳細を検討中でございます。中小企業、小規模事業者等を広く行き渡る支援策というものをあの議員の今ただいまご指摘もいただきましたので踏まえて。 追加提案をすることも含めまして、早急に取りまとめてご報告させていただきたいというふうに考えているところでございます平山委員。まただ今、今、久能木局長から、ですね追加提案も含めて、本市のそういった幅広い皆様方、事業者の皆さん方に使える独自支援制度を検討するということをおっしゃっていただいたんで、ですね期待をしたいというふうに思います。 まあもちろん、詳細は産業観光局との調整であったり、さまざまな交渉が必要だというふうに思うんですけれども、例えばね、昨年、産業観光局が実施した京都市中小企業等緊急支援補助金等、これ、は公表であったというふうに思いますね。だからこそ、制度の設計を急ぐとと,ともに、ですね、昨年来からのさまざまな教訓も十分に生かして、京都の事業者は必ず守るんだというようなまあメッセージにつながるというふうにも考えておりますので、当然、 先ほど申し上げたとおり、まあ、詳細、今後の調整が必要になってこようかと思いますけれども、まあ、真にですね事業者の皆様方への支援につながる制度の構築となるよう、一日も早い構築となれるよう、強く要望しておきたいというふうに思います。 であの続いて、ですね、まあ、あの冒頭から申し上げている通り、これ、事業者さん、大変今、疲弊してるわけですよ、まあ、今回の新型コロナ感染症の、まあ、これ予備費の計上ですね、えということでもまあ上がっておりますけれども、こういったものをまあいかに有効な使い方とすることが、ですねこれ、行財政局、財政当局には求められているというふうに思うんですね。 もちろん時短の協力金にも、まあ、これは財布の入れ替えでしょうけれども、まあ、時短の協力金等でも、ですね、まあ、これ、1日も早いだからこそ支給が求められているところであって、ですね、まあ、迅速な審査の体制の整備であったり、当然、産業、観光局との連携はもちろんのことですね、まあ、京都府との交渉もこれ、大切であって、ですねそういったときに、やはり財政当局である行財政局の役割というのは、重要であるというふうに思いますけれども、まあ、そのあたりのご見解を少し簡潔に求めたいと思います。 金山部長はいあのまあ今予備費についてのあのご指摘ございましたあのやはりそのこういったその事態が広告と変わっていく中ではやはりそのそれに備えた財政出動があの 機動的にできるととということが大事だと思っておりますただ、あのまあ、何度も申し上げていますやはり京都市財政、厳しいという中、で今回、財政調整基金がゼロになるということでございますので、あの予備費について今回の積み増しをさせていただいております、あの実は予備費につきましては、昨年7月にあの減額補正などいたしまして、14億、あのコロナの関係で用意いたしましたけれども、あの昨今、ワクチンですとか、あの高齢者施設の PCR 検査、まあ、こういったことで、実は予備費がかなりあのまあほぼまあゼロに近い額になっております。 ですので、今回あのまあ増額補正をするということで、またあの年度末に向けて機動的に対応できるようにあのしていきたいあのこのように思っております。平山委員、えぜひともまあよろしくお願いをしたいと思います。次にですね、少しまあ,あ一律芸大の移転のことに関して、えー、質疑をしたいというふうに思うんですけれども、まあ今回その京都一律芸大の移転に関する議案であったり、まあ、繰越免許費ですね、えこういったものが まあ計上されているわけでございまして、昨日の本会議においての市長のまあ提案説明にもえありましたけれども、その京都の玄関口にまあ文化庁の全面移転も相まって、芸術大学が移転することのメリットに関してですねご説明があって、私もまあこれは承知をしたところでございますけれども、一方で、やはり本州は極めて厳しい財政状況であって、これ、他にさまざまな投資的経費がまあ見直される中で,で、多額の 費用がかかる芸大の移転に関してさまざ、あ、まな意見があるというのもこれまた事実であるわけですね、まあ、そこで今移転の準備を進めなくてはいけない、まあ、例えばですね一室利益であったり経済効果等のまあ数値があったりすると、まあ、大変分かりやすいわけでございますけれども、まあ、その市長の提案説明にもあったとおりですね、まあ、これ京都経済の活性化であったり、まあ、この京都独自の強みを生かした経済基盤の強化など 非常にそういった経済的なメリットを強調されてたわけですね。まあ、私からすると、例えば工事や公契約基本条例もまあ,あるわけでございますけれども、これ、市内の事業者さんがですねまあ落札されたら経済的なメリットは分かりやすいわけですよ。まあ、もちろん WTO 案件等ですね、さまざまな制約があるということもまあ承知をしているわけでございますけれども、多くの人に、外来が移転してよかったよねと思ってもらえるようにすることが、 大切であるとまいうふうに思うんですけれども改めてそのご決意ご見解を求めたいと思います長谷部長はい、えー、京都芸術大学移転整備事業につきましてでございます、えー、議員ご指摘ありましたとおり、えー、まずあの京都市におきましては世界文化自由都市宣言これを最上位の都市、えー、経営の概念と理,理念といたしまして文化を基軸としたまちづくりを着実に推進していく、えー、その中で 文化ゲスト市京都の新たなシンボルゾーンとしてご指摘の京都駅の東部エリアをちづくり魅力ある街づくり経済の活性化つなげようとしているものでございます京都駅の東部エリアに経済が移転することによりまして新たに人の流れができる交流人口が増える また、あるいは、近接します東南部エリア、こちらまた若者、文化芸術をキーワードとしたまちづくりを進めているところでございますが、若者がそこに入っていく、若者の交流が増える、そこで新たに企業の投資も生まれてくる、そういう相乗効果が生むことによって、まちづくりがどんどん広がっていく、そしてそれは京都駅の東部エリアだけではなくて、東南部エリア、さらには京都駅周辺エリア、京都市全域に広がっていく、こういう期待が が持たれる事業でございますまた、この事業によりまして、京都の武断労働の向上、都市格の向上につながり、そういう取り組みがさらに京都へ進出していきたい企業への誘致と、京都に来たいという人、若者、そういう人が集まってくる、そういう力を生み出す、大きな経済の活性化にもつながる資するものだというふうに考えております。また、あの委員ご指摘ありましたように、いよいよ文化庁が京都に移転してまいります。そういうい中で京都市にに対対すするる文化芸術の取り組みに対する 大きな役割が高まっている、またあるいは京都芸大に対する期待も高まっているところ、こうした中で地域の方々、あらゆる方々がこのまちづくりに一緒に尽力を尽くして、いよいよ住宅地への移転、市営住宅の移転が完了し、あそこに新たな広大な土地が生まれると、このタイミングを逃さずに、このタイミングをしっかりとこの流れを止めることなく、京都への未来のまちづくりを止めるんではなくて、 しっかりこの取り組みを着実に進めること、あの広大な土地が残ったままで、まつりが止まっていはなくて、早期の活性化につなげるため、早期の経済で活性化につなげるために、着実に進めてまいりたい。と これによりまして、京都の世界の文化史と京都の発展につなげる、この未来のための投資を今、着実にすることで、苦しいときにもしっかりと種をまき、水をあり、京都の未来の先行投資を行うことで、京都の都市価格の向上、ブランド力の向上によって、経済の活性化につなげていく、こういう取り組みをしっかり進めてまいりたいと非常に考えています。またご指摘の市内の 市内の事業者につきましては、しっかりと市内の事業者がこの受注によって発注、下請け発注、部材の調達に貢献できますよう、しっかりと取り組んでまいりたい、このように考えております平山委員。分かりました、あのですねまあ、了解した、まあ、意義に関しては了解したところなんですけれども、まあ、あの先ほど来から申し上げたとおり、まあ、経済的なメリットなんかはです、ね、まあ、よく例えば阪神タイガースが優勝したらどんだけ上がるんだみたいな話とかで。 上がってきたらです、ねまあ今回、芸大移転したら、ですねさあ算出は難しいかもしれませんけれども、あ,ある意味、そういう数字が出たらですね、まあ、分かりやすいかというふうに思いますので、しっかりとそれだけ長い説明をされるんであれば、ですね、あのー、経済的なメリット、パーンと言うと、ですねもっと分かりやすいと思いますので、まあ、そのあたり、えー、算出していただくように、要望しておきたいというふうに思います、はい、吉田行財政局長。 あのありがとうございます。あの今あの、えー、と部長の方が答弁をいたしましたようにあの今あのこの あのあそこの広大なあの土地を活用するということ、一つのチャンスをもうあの逃す逃すのではなくて、このチャンスを掴み取って将来的な短税力の強化、それにはつながっていくというふうに思っております。人口のあの人の動き等もございます。で、かつ都市格の向上ということでもつながっていくというふうに思っております。で、またあのちょっと狭い形にはなりますけども、あの総工費でえまああの道田高校のあの整備も含めまして約300億近い整備になりますけども、それに伴う 経済効果というのは必ず出て出てまいります。あの先生おっしゃるようにそういった具体的なものをあのお示しをする必要があるというふうに考えておりますので、今現在その取りまとめを今あの精査をしているところでございます。まとまり次第またあのご説明をさせていただきます。その上でこのあのゲ大あのゲ大そのものもテラス開かれた大学を目指しておりますので、その中で企業それから文化そういったあの人の交流の場となるように取り組んでまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 平山委員あの本当にまあ限られた予算、厳しい財政状況の中、ですねこれからの投資であったり、選択と集中、こういったものが大切になってこようかというふうに思いますま。冒頭に、京都市独自の事業者さんへの支援制度も、構築をするというふうにもえ答弁をいただいたわけでございますし、こういったときにですねえ財政を司るでする行財政局の役割というのは、非常に重要であるというふうに思いますので、引き続き。 よろしくお願いをしておきたいと思います、はい、終わります理事者に申し上げます答弁は質問の指標的確に捉え簡潔に行っていただきますようお願いいたします進行いたします井上健次委員井上委員 えただいま平山常任会の副委員長の方からですね前半につきましては手持ちの財政出動して事業者の皆さんの支援をということでしたけれども私も同じ趣旨でですねあの事業者の支援というか感染拡大防止の方面からこの財政の問題についてお聞きをしたいと思いますえコロナ対策につきまして昨日市長がおっしゃったのはですね、えー 早期の感染拡大防止、これが何よりの経済対策でもあると、医療機関、高齢者施設でクラスターが発生し、また医療機関等の逼迫した状況が続いていると、こういうお話を冒頭されておられました。私も そう思いますで感染してもすぐに症状が出ない場合もあるというのが今回の特徴だというふうに言われておるわけですけれども、そこで私たちは国会も含めて、予防的と言いますか、社会的と言いますか、あ,のあらかじめと言いますかね、そういう検査というのを一貫して求めてきた、まあ、ようやく政府も重い腰を上げて、その必要性を認めて、例えばこの2月の4日には、高齢者施設の従事者等の検査の徹底についてと、まあ、そういう要請文書が、 出されておりますこれを受けてということだろうかと思うんですけれども、本市でも12日に検査の実施についてと市長の発表資料が出されました。 あそこでですねその高齢者施設49、494施設、約1万7000人を対象ということなんですけれども、このための財源が補正にも来年の予算にも提案がないんですけれども、財源やその規模、積算等について、まず説明を求めたいと思います。金山部長 先あの発表いたしましたあの高齢者施設の、えーまあ、入所者、あるいはその、えーまあ、職員の方々の PCR 検査の件でございます、あの財源ということにつきまして、まあ、確かに今回の2月補正にはあの計上いたしておりませんで、えー、この財源の手当ですけれども、あのまあ、コロナ対策の予備費というものがもともとございまして、そこで、 1>, えと1億1800万をあの活用してあの実施するということでございます、ただ、ちょっとこれで足らない部分があると聞いてますので、ちょっとその部分については、保健福祉局であのもともと PCR 検査の費用を持っておりますので、その規定の予算であの対応するというようなことで、今、お聞きいたしております井上委員あの2月4日付の国の要請文書によりますとですね、 えーまあ、国の 2, 国2分の1出すんだけども、地方負担分についても臨時交付金使ってもらったらいいよと、まあ、こういう表現もされておるわけですけれども、この国のお金の活用ということではいかがなんでしょう。金山部長はいあの今回のそのそ、えー 高齢者施設 PCR の財源列についいてでございますあのこの、えー、国の仕組みで言いますと、えー、国の負担金が二分の1入ってきて、あの地方負担が二分の一発生するという仕組みでございます。で、あのちょっとこの地方負担の二分の一については、実は臨時交付金はあの当てられません。えー、ちょっと制度上、複雑なんですが、臨時交付金の,あの算定対象にはなります。ですからこの1 2あの分は 京都市の入ってくるんですけども、この高齢者の p c r にはあの当てられないあのちょっとそういった複雑な仕組みになっております。あのー、これ国の、えー、こう二分の一負担というのが法律で二分の一負担すると決められてますので、そこに二分の一以上の国の補助金を当てられないという制約がございまして、あの臨時補欠を渡すんですけどここにはあ、当てる当てられないというちょっとそういったあの複雑な仕組みになっております。井上委員。 まああのー、財源の問題もちろんあろうかと思うんですけれども、おやっぱり市長が昨日おっしゃった通りですね、その感染拡大防止こそが、ね、最大の対策だということを、今の時点でおっしゃっておられます。あのー、じゃあ、なんでこの新規の入所者だけで、従来からの入所者の方が対象になっていないのかとかね、えー、あるいは医療機関であったり、 優勝のベッド持ってる医療機関であれば、入院患者さんもそうだし、職員さんもそうだし、ですねえあるいはまあその他の種別も、例えば障害者の方の施設であっても、高齢者がリスクが高いということで、今回、高齢者施設を選ばれたんであれば、ね障害者施設であって、高齢者の方入っていらっしゃる場合もあったりすると、もっと対象を拡大すべきだと思うんだけども、この点はいかかがでしょうか金山部長。 はい、あのー、まあ、今回の件については、その、まあ、高齢者施設でクラスターが発生しているという、まあ、そういった、あの。状況に鑑みて、あのー、まあ、全国的に、まあ、こういった措置がなされたものと考えております。あの、ちょっと、今、私ども、その高齢者施設以外も、おっしゃった部分、ちょっとどうなっているか、いうの把握は。いたしておりません。あの、また、保健福祉局とも、あの、状況を聞きながら。あの、それ、必要に応じて対処していくべきものだと考えております。No ある意味ではね、あの行財政局っていうのは、全体的な戦略を練って、ですね今、感染拡大防止のために何をすることが必要かと、どこへどういうお金当て,か当て方せんといかんかということをねあの、トータルに総括的にやっぱり考えていただく部署であり、そういう役割と責任もお持ちのところだと、まあ、こんなに思うからこそねあの、保健福祉に聞いてみると、ちょっと詳しいこと分からないみたいな話じゃなくてですね。 あのもっと幅広く今、検査が大事なんだと、こういう立場で、えー、ぜひ考えていただきたいと思うんだけども、まあ、この問題ではすでに昨年来、東京の墨田区やら世田谷区などで先行事例があって、まあ、私たちも、あのー 党としてはです、ね、全国各地のお医者さんであったり、専門家であったり、いろんな方々の知見を参考にさせていただいて、聞いたりしてです、ね、やっぱりこういう事前の予防的な検査が必要だという結論に至って、そのことを一貫して、国や京都市などにも求めてきたわけですけれども、例えば、昨年8月23日の,この京都新聞でもね、これ、去年の夏です、必要な人が検査されていない恐れがあると。 お検査数も海外の水準に遠く及ばないで無症状者を早期把握する必要がある自治体で独自 PCR を拡充しているところもあるとで去年の夏の全国知事会でもお誰でも好きなときに検査を受ける体制を作ることが最大の対策だと、まあ、こういう意思表明をされたりをしているということでですね、あのーまあ、厚労省も今回 先ほど紹介した2月4日付以前に、昨年の11月20日、12月25日付と、それぞれ要請分出されて、まあ、冒頭で紹介した市長の感染拡大防止が何よりの経済対策だという流れに沿ってきていると。 まあ、あーもっと早く検査拡大に踏み出すべきではなかったのかと思うんだけれども、まあ、過去のことを言っても始まらないので、まあ、そういったこの去年のこれからの、ね、感染拡大防止のために何が必要であったかと今の時点で何が必要かと総括をした上で今後のあるいは現下の今の対策は何が必要かということを考えた場合にやっぱり僕は今回一歩前進ではあるんだけれどもまだまだ第一歩であって。 えー、他の種別の施設、医療機関などにも、ぜひ広げるべきだと、先ほど追加提案ということもありましたけれども、ぜひその追加の中に、そういうことについても考えていただきたいと思うんだけど、いかがでしょう。金山部長、はいあの。ちょっと今のところ、この PCR 検査について追加ということはあの考えておりませんあの、ちょっと高齢者施設以外でもあの、そういったことが必要かどうかというのは、あの引き続き、まあ、全国の状況、京都市の状況を見ながら、あの考えていくべき課題かと思っております。 井上委員 2>, 2月4日の文書と、ね、同じ日ですけれども、衆議院の予算委員会でもあの、尾身会長さんも、リスクの高いところを中心に、無症状者に焦点を合わせた検査をと、まあ、こういうふうにおっしゃっておられるわけです。あのー、さっきも言いました 高齢者施設を対象にされておられるということは、高齢者がやっぱりリスクが高いということを思っていらっしゃるということであれば、ですね、えー、他の種別でも高齢者の方が入っていらっしゃる施設はあるわけですよ。だからちょっとね、あの今,のと今のところ、今のところ、感染拡大の,あの検査について、えー、追加提案考えてないということなんだけども、明日はちょっと考えてもらうこともありうるということで期待をしておきたいので、ぜひちょっとこれはね、 あの今、僕はもうほんまに現局面が大事なところだと思うわけですよね。あのぜひ、そういう角度で保健福祉局とも協議していただいて、今、この時点で、今、今、今、目の前は何を選択かということでねあの、ぜひお願いをしたいと思います。えー、まあ要はお金の問題っていうか、やっぱりね、方針の問題っていうか、現局面どう見るかと、今、何が求められてるかと、何が必要かと、ここのところの話であって。 あのお金が、やりたいけどお金がないっていうんじゃなくて、ですねやることの必要性そのものをね、もっと議論する必要があるんじゃないかと、まあ、こんなふうに改めて思います、まあ、あの今回の時短協力金もねあの、私とかお昼ご飯中心でやってると、晩ご飯じゃなくて、文字通り夕方ご飯でね、あね、やってると、だからもともと別にも8時以前に、8時に締めとったと、なんでじゃあ対象にならへんのかと、あ,のあるいは、その利美容の皆さんからはですね、 あのやっぱお客さんが1時間ほどね店に滞在されるという意味では飲食業と何の変わりもないとまあそれは口開けて食べるか食べへんかの違いがあるにしてもねじゃあなんでうち対象にならないのかとまあいろんなご意見いろんなところが出ているわけですよあのまあ持続化給付金も第2弾をねもっとハードル低くして打つべきだと1ヶ月だけ5割落ちることよりもね数ヶ月49%落ち続けることの方がしんどいわけですよ。 からもっと、ね、ハードルを下げて第2弾を打つと、感染拡大防止、医療機関等への、まあ、原子の補填も必要だと、まあ、国の要請でさえ、ね、十分に消化しないでね、ねずら京都市が、まあ、自粛されていらっしゃるというか、まあ、縮小して解釈しているというか、僕はもっと、ね、積極的に、あのー、感染拡大防止のために、あるいは事業者の皆さん支援のために、えー、自治体として、えー、可能性を広げると。 こういうい立場で、ね、ぜひ、財政当局として頑張っていただきたいと、まあ、こんなふうに思います。国でさえまあ検査の必要性を認めるようになってきたわけですから、まあ、専門家の知見に学ぶこと、あるいは事業者支援では、もっと現場の実態に、ね、あの声を聞いていただくことということで、まあ、今の時点で考えていらっしゃらないとしても、明日からぜひ、ね、あの追加補正、考えていただきたいと、こんなふうに思います。 それから2つ目、大きなテーマに移りますが、ふるさと納税の補正と議案についてお聞きをしたいと思います。あの例えば、市民が他の自治体寄付した場合、本市のお市民税があ控除されると、まあ、市にとってはその分、減収と、えー、他の自治体の住民が京都に寄付していただく額より、本市の市民税が減る額の方が、 昨年末の時点では、今回の予算の概要の1 4 2ページ、1ページですか、141ページ見ますと、受け入れが16億円、寄付金控除が40億円と、まあ、こういう数字になっとるわけですけれども。あの まあ今年度末時点、あるいはその補正の時点といいますか、あ来年度予算の当初というか、このあたりで、えー、このプラスマイナスはどういう見通しというか、現状になるんでしょうか藤本総務部ふるさと納税企業版ふるさと納税担当部長。ご質問ありがとうございます。 えと寄付金控除の状況でございますけれども、ふるさと納税、令和2年度につきましては、やはりコロナ禍の関係で、やはり外出自粛ということもございまして、全国的には増えているのではないかというふうなことを聞き及んでおります。そういうことになりますと、やはり寄付金控除額、今後、この額以上に増えるのではないかという見通しはしております井上委員。いやその 予算概要でね、受け入れ16億、控除額40億と、こうなってますけれども、今後どういう見通しなのかと、これがプラスに転じる可能性について、どういう方向なのかっていうことを聞い取るわけなんだけど、藤本担当部長。失礼いたしました。受け入れ額につきましては、今年度、本日時点で17億2000万円程度。 寄付金を頂戴していいる状況でございます工場額につきましては、先ほど申し上げたとおりございますけれども、やはり、寄付工場額が増えに従いまして、財政運営が厳しくなることも考えられますので、寄付の受け入れ額をさらにますます増やしていくことは必要というふうに考えてございます。寄付ということでございますので、なかなかいつ追いつくというのが難しい状況でございますけれども、一刻も早く追いつくように、寄付の獲得に向けては全力を尽くしたいというふうに考えているところでございます。 井上委員、あの先日先日の京都新聞でもですね、えー、返礼品について六、えー、億円ですか、それからあのクーポン四億七千万と、まあこれ以外にも広告代であったりですね、いろんな諸費,費用がかかると思うんです。で総務省の資料でも二三年前四五年前の資料ではあ、実際に収入した寄付金の 55%ほどをそのいろんな諸経費で使っていると半分以上ということが出てるわけですけれども、まあ今年でいうとこの辺の諸経費というのはどれくらいかかっているんでしょう。割り割り合いで結構です。藤本担当部長。はい、ありがとうございます。先生今ご指摘ございましたようにふるさと納税寄付金につきましては返礼品と事務手数料等を加えまして。 5割以内で納めなななければならいないというルールーがごつきましては、京都市、最低限、京都市の方には、えー、寄付金額の5割が入るということで、えー、そこのところあと、事務費をどの程度、えー、組合わするかというところが、えー、調整弁となっておりますえ。返礼品については、以前からお示しさせていただいてますように、3割以内の返礼品ということでございます井上委員。まあ、仮にね、仮にですよ、16億お寄付をいただくと。 でそのうちの半分をいろんな処刑費で使って実収入が8億円とする一方で寄付金控除40億であったとすると交付税措置で30億手当てしてもらえると、まあ、実際はほなら10億の減額ということになるとしてもやっぱり10と8と比べたらマイナス2億円になるわけですよねざっとしたらですよ、あのー、だから僕はなんていうかね あのいやあの、控除される分以上にね、頑張るんだって言うてみたところで、あのほんならやっぱりまた控除が増えていったりすると、まあ、いたちごっこというか、あり地獄というかやね、あのその制度そのものが持ってるその矛盾というかあ、問題点というかあ、こういうふうに思うわけですけれども、そのあたりね、そのとにかく寄付を増やすために頑張るんだと、一辺倒だけでええのかどうかっていう、この制度そのものについての見直しっていうか、検討というか、 批判的な検討というかですね、このあたりはいかがなんでしょうか藤本担当部長先生今ご案内ございましたようにふるさと納税制度の本来の趣旨につきましてはふるさとやお世話になった地方自治体に対しまして感謝や応援の気持ちを持って自ら使い道を決めることができるということが精神になってございます過去にはあの一部の自治体によりますあの過度な返礼品競争によりまして制度本来の趣旨が歪められまして 京都市をはじめとする多くの大都市が住民税の流出が多くなってきているという状況がございます。国におきましても地方税法の改正等によりまして一部の自治体がふるさと納税制度の指定対象外になるなどの対策を講じることをされておりますけれども本市におきましても毎年の国家予算要望におきまして総務省に対し法,令法改正に基づいた運用ルールの一層の明確化とか 継続的な自治体の監督指導によりますルールの徹底と必要に応じたさらなる見直しを求めているところでございます。京都市ではあのふるさと納税制度の本来の趣旨をきちんと踏まえた上で財政運営の影響を最小限に抑えるために今後とも京都のブランドや品格を生かした返礼品を充実させまして給付金の獲得にしっかりと取り組んでまいりたいという,ふうに考えてございます。井上委員、まあもう僕の結論はねあの見直しとか。 ここをこういじってという要望じゃなくて、もうこんなよくわからない制度は、ね、もうやめましょうという要望に切り替えてもらったらどうかというのが、まあ、私の要するに、結論なわけですあの。プラスマイナスでもやっぱりさっき言いましたようにマイナスの面が大きいと,、あのー、ということを言いましたけども、僕は、ね、もっと、ね、そのプラスマイナスよりも制度の在り方そのものを議論したわけです。であなた,たち、ね、あの住民税は懲戒費だと 懲戒疑論だからというふうにおっっしゃっています、まあ、私はあのこの累進性という大原則を否定してね所得無関係に同じ額だという意味ではね絶対にこの懲戒避論というのはあの賛成できないんだけどもあの一方で公的なサービスを受けるとそのための費用をみんなで出し合うとその根拠にはね、えー、懲戒避論というのはあ、あ当たるかもしれない、えー、その懲戒避論というか出し合うことについてはね住民税ですよ。 あのういう意味では、市民税、住民税の意義はあると、つまり、累進的に出し合うけれども、その出し合う根拠はサービスを受けるためのものだというふうに思ったりするわけですね、えー、ところがです、ね、このふるさと納税では、あの他の自治体から返礼品もらって、この本市への税金を控除されてる市民、仮にまあ僕があの他へ寄付してやね。 京都市税市民税は控除してもらってるとするわね、だけど僕はやっぱり同じように、京都市のサービスを受けるわけですよ、市民としては。こう,こういうことはね、その本来の税金の在り方っていうか、納め方っていうか、その意義っていうか、使い方っていうか、そういう角度から考えたときに、果たしてそのま,とまともな財政の在り方なのかどうかっていう、か藤本担当部長。はい 制度として、ただいまふるさと納税制度というのが存在する以上、今の寄付控除額の増大によりまして、財政運営が大都市にとって厳しくなるのは避けられない状況であるというふうに考えてございます。市長におきましても、この前、先般の2月3日の記者会見におきましても、自分自身はこのふるさと納税制度、疑問を感じているというふうなこともおっしゃっておりますので、ただ、 制度としてある以上、この返礼品、過当な返礼品競争には組みしないながらも、この返礼品を京都市のブランドのツールと、ブランドをアピールするツールとして活用していくことをもって、しっかりと寄付金を獲得していこうということでおっしゃっておりますので、今後とも全力を尽くして取り組みを進めてまいりたいと思っております。井上委員。 あのまあ教科書によりますとね税金はこの、まあ、僕もまだちょっとよく勉強の途中やけどもその無償性というか税金のねあるいはその強制性と無償性というのは要するにその具体的な一対一対応の見返りを期待するんじゃなくて、えー、京都市という大きな財布どんぶりの中に税金を提供してほんでまあ必要な支出はそのどんぶりの中からそれぞれ。 採出されていくとあのー、京都市はね、あのー、ひどい話でその保護者以外の市民の税金もね保育料の軽減に使われてるとかにね経路上の居所を使ってない人の税金もね経路上の居所に充てられてるとかねだからいかにもこの分断を生むようなものの言い方をされたりしてるけれども僕は税金っていうのは別にさっきも言いましたように具体的に何か具体的に一対一対応で見返り求めるわけじゃないと。 大きな京都市の財布に納めるわけですよ。その例えば動物園の運営費をね。入場料だけで賄ってるわけじゃないでしょ。な京都市の市長が市長の歳費はね。市長が納めた税金だけで賄ってるわけではないわけですよ。そんな馬鹿な,な話ありえない。だから、その無償性とて言った場合に、その。ね、具体的に何か。見返りを求めて税金払うわけじゃないと。 京都市全体ののたために使っていいだくとこういう性格のもんですで強制性って言うた場合は僕はもう税金払うの嫌やって言うた方ねやっぱりそれは京都市は払ってくれよとそれは僕払わなあかんと要するにその京都市からすれば僕があった都市の寄付して控除されたら僕に対する税金の徴収権限というものをね侵害されてるわけです京都市から言うたら僕,僕に対する税金の徴収をやね 僕は免れてるし、京都市からしたら、徴税権を侵害されてると、こういうことになっちゃうと思うんですだからね、ちょっとこの制度は存在する以上っておっしゃったけども、あの地方自治体なんだから、あのもう存在せんといてくれやと言うて要望してもね、何の僕は不思議もないし、えー、おかしいこともないと、もちろん要望してもすぐ今日明日実現するとは限らないですよ、それは相手のあることやからね。 だけど、その既存の国の制度を前提としなくても、よねその制度そのものをなくしてもらいたいと、本当に疑問に思うんだったらね、そういう立場で臨んでもらうということも、大きな選択肢だと僕は思うんだけど、そのあたり、いかがなんでしょうか。藤本担当部長え繰り返しになりますけれども、現状はこのふるさと納税制度という制度に基づきまして、これは本来の地方創生ということもございます、え。ー 地方都市については、このふるさと納税寄付金を活用して、いろんな事業を行っておられるところもございますので、えー、まあ先ほども申しましたように、本市といたしましては、大都市は大変不利な制度のになっておりますけれども、このふるさと納税の返礼品を通じまして、きちんと京都ブランドを発信することによりまして、えー、まあシティセールスの一助にもなるかなというふうなことは考えてございます井上委員、お金の問題にまた戻りますけどね、あのまあ、プラスの自治体もあれば、 マイナスの自治体も出てくると、結局ね、僕はその自治体間の競争を煽ってるだけだと、ええもん返そうと、ええー、もんを返しようと、こんな話ばっかし、ね、の僕は本来ならね、もっと交付税増額制やということで、全国の地方自治体が本当に団結して力を合わせてあの、みんなで交付税増額のために取り組んでいこうやと。あのー そういういね僕はその先頭に立ってこそね、ああ、日本に京都があってよかったなと、全国の自治体から思ってもらえると、こうなうふうに改めて思ったりするわけです。結局、ああ自治体間の競争をあおってね、自治体分断してやね、総務省や財務省が高みの見物で、左宇宙で涼しい顔しとると、君らはもっと競争して勝てよと言うてるだけの話でやね、もしね、もしですよ、 僕が京都市に寄付したらどうなるのかと。ほんな、京都市は収入になるわね。ほんで、寄付金やから、基準財政需要額、あの収入額ですか、には算定されないと。そうすると、僕が控除してもらった税金の75%は交付税で措置されると。という理屈になるんです。まあ、それがまあ規制がいろいろあるんかもしれんけども、理屈の上でそうなっちゃうんですよ。 これはもう究極のね、究極のね、あのー、お金増やす一つの、だって75%分の交付税ね、何の根拠もなしに増えてくるわけですよ。だからそういうことを考えたらね、あのー、もうなんてか、なんていうか、つじつまが合わないっていうか、矛盾に満ちた制度であって、しかも交付税制度をね、歪めるだけだと。だからこういうことをね、もっと問題にせずしてね、 交付税増やしてねとまあ要望しておられるのは僕もそのとおりで僕らもそらく交付税もっと増やさんといかんとそれは大賛成だから一緒に運動せんといかんと思うけども一方でこういうことをねあのまあ曖昧にしときながら口で交付税増やしてねって言うたってそれは腰が座らんとというのがまあ僕の最後に言いたいことなんですけどもこのあたりもっと今の政府の税財政制度について批判的な 角度からですね再検討をぜひお願いをしたいと思うんだけど、最後にご答弁いただいて終わりたいと思います藤本担当部長ふるさと納税寄付金につきましては、今年度、先ほど申し上げましたように、17億2000万円ほどを頂戴してございます。 えー、京都の底知れぬ私ども、ポテンシャルを感じてございますので、引き続きこの寄付獲得を通じまして、京都のブランド力の発信とか、さらに財政運営の一助になるように頑張ってまいりたいと思っております終わります。進行いたします大道委員 大員よろししくお願いいたしますあの私は冒頭に先ほど平山委員もおっしゃいましたけれどもあの交付金を、まあ、今回コロナで活用してということで、まあ、予,備予備費というかあの追加の補正というのもありうるというお話がございましたので、まあ、一つ要望としてお願いしたいのはあのこれまで、えー、昨年の4月以降ですね えーまあ、今回合わせて約8段となる補正予算を取り組んでいただいてました、でそういう中で、えー、また次年度においても2000なりがしの億円の,の予算も出ておりますから、まあ、これ総合的に全部換算しますと、約6000億円ぐらいが投入されて、今回のコロナ対策の克服にです、ね、頑張っていただいているわけでございます。でついてはこのの年間の中で さまざまな特に暮らし、中小企業の生活を支えるいろんな支援についてですねあの、まあ、切れ目のない支援を必要であるという観点は、それはそれとしてですね、その間に隙間があ,のあられた、あの恩恵に、まあ、恩恵というか、その支援が受けられなかった方々も当然、終わりだと思うんですね、まあ。そういう意味では業種、業態、いろいろございますので、今回、まあ、あの早急な、迅速な現場に届けるということもございますけれども。 で,できる限りですり、ね、そういうことも検証していただいて、産業看護局とよく相談をしていただいてです、ね、効果的なあの支援をお願いしたいと、特に3月、4月、ちょうどまあ隙間になりますで、議会も5月までございませんので、その間にやはり迅速な対応が求められると思いますのでね、よろしくお願いします。これ要望ししきまますで次に先先ほどど井上先生の大演説がございましたけれどもあの <laughs> 私もこのふるさと納税の今回新たに京都未来夢基金ということになりましたのでこのことについて何点かご指摘もして質疑をしたいと思います私は以前からこのふるさと納税については今先ほどあったようにさまざまな課題があるということはもう承知をしてきましたでテレビ報道でもたとしのいろんな課題も見えてきたわけであります しかしまあ京都においてはですね私まあ頑張ってこられた中で今回市長さんが昨年の市長選挙でこの同じ名称の基金を創設をするというマニフェストを掲げられてですねそれでえまあ今回玉坂ですけれども一緒に名前のこのふるさと納税をまあどっちかと,いうとまあバージョンアップさせてアップグレードさせた基金としてですね えま新たなあの段階にステージになったんだろうとこういうようにあの認識しております。したがってこれまでのまふるさと納税の考え方ということからあのさらに高みを目指してですね戦略的なその税の民間先行投資の取り組みをですねやっぱり必要だと思うんですね。まあ、そういう意味では今回これは非常にま期待もしております。当然経費もかかりますから。 差し引きするとどうなのかという議論もございますので、それ以上に、基金が集まれるような仕組み、これが問われてくると思います。そこで、まずですね、来年度にもこの目標されている約42億円ぐらいの目標だったと記憶しているんですけれども、まあ、たまたまこれ、令和2年度が17億円ぐらいですね、あの喜んでいただいて、でまあ、今回、企業版もこれ入りますので、42億円のこの 目標設定の根拠、それから今後、毎年です、ね、この42億円をずっと頑張らなきゃいけないだろうと思うんですけど、できる限りまりそれをアップさせていく方策も必要だと思いますけれども、現時点で,です、ね、この42億円の設定をされた根拠と、それからその中身について、個人の寄付者、それから企業版と、どのあたりの割合で,です、ね、こういう金額が算定されているのか。 その点をちょっとご答弁いただきたいと思います藤本担当部長先生ご質問ありがとうございます今回のふるさと納税寄付金の目標獲得額42億円についての根拠と言いますかあの私どもが分析しております見積もりでございますけれども五点 検討させていいいたただところでございますまず1点目、あの今年度から、えー、開設いたしましたふるさと納税ポータルサイトでございます。えー、あの寄付者の90%以上が、このポータルサイトを通じてご寄付を、えー、していただいている状況でございます。えー、昨年の4月、6月、8月と2か月ときに、えー、1つずつのポータルサイトを開設いたしまして、合計で4つのポータルサイトを開設したわけでございますけれども、いずれもボコ、えーまあ、はございますが、5億円に近い、えー 寄付金をそれぞれぞのサイトで集めております、えー、つきましては、寄付金が一番多く集まる10月から12月につきましては、えーまあ、今年度、そのポータルサイト、まだ1年未満の開設状況でございますので、えー、周知がさらに深まって、1.5倍のこの期間に寄付が集まるのではないかという、えー、見込みをしております。2点目でございますけれども、えー、来年度、新年度からもさらに一つのポータルサイトを開設したいというふうなことを検討してございます。 一つのポータル、先ほど申し上げましたように、一つのポータルサイトで5億円、寄付金が集まるのではないかというふうなことを見込んでおりますので、この点も一つ思っているところでございます。3点目が、返礼品の充実でございます。京都市のふるさと納税寄付金に対してましては、比較的高所得者賞の方もご寄付いただいてございます。 この方々につきましては、他都市の返礼品と比較できないもの、いわゆる体験型のものについて大変ご好評をいただいております。例えば自社の文化財特別公開の配管とか、特別な体験付きの旅行クーポンなどを返礼品として検討しまして、これまた産業観光局等との観光協会等もお力をおいただきながら、検討してまいりたいというふうに考えてございます。4点目でございますけれども首都圏からの寄付が 全体の55%を占めてございますやはりあの首都圏京都への行為を大変お持ちいただいているというふうに思っていますのでこの辺に対しましてのプロモーションこれにつきましては東京事務所また広報課とも連携をいたしましてしっかりと取り組みを進めています最後にあの今年度ご給付いただきましたこの17億円余りの皆様 につきましてはリピーターとして必ず来年度もご寄付を頂戴したいというふうなことで考えてございますこの十七億円をベースとしてましてここからのさらな上積みで四十二億円を目指してまいりたいというふうなことで見込んでおるところでございます長くなってすみませんありがとうございますあの先ほど部長がおっしゃいました中で私は三つの言葉が非常に印象に残りました一つは返礼品それからもう一つはリピーターですね あとはあのポータルサイトということもございました。で、あの、東京事務所ですね、もう一つはね、この3つ、私は思います。で、返礼品についてはですね、やっぱり、もの物からことの社会の移行ということもあって、寄付者の方々が、まあ、もうその、ものというよりもですね、やっぱり体験型とおっしゃるように、ことで、最近では、この前もテレビでやってましたけれども、 あの一人暮らしのご高齢,者の,ごごご高齢の方がですね結構資産家だったようですけれどもその方がいわゆる自分でこの庭の植木の,ですねあの木を切ってくれないから自分で,でこの切ってもらうサービスをそのふるさとの返礼品としてサービスとしてですねあのやるようなあの年もあったようでございまして非常に注目されてました。だからやっぱりあのものよりよもこと ということについて、やっぱりシフトしっり戦略を持ってですね、お願いしたいというのが一点です。それからあの、リピーターについてはですね、おっしゃるとおり、非常に大事な視点だろうと思います。あの大体あの、リピーターの方がやっぱり、次も次もということで、連続的にですね、京都市を応援をいただくということであれば、やっぱりそれなりのストーリーをしっかり考えていただいて、えー、まあ、5年後にはこういうまた、 バージョンアップしますよとか、まあ、いろんなこともあるでしょうし、まあ、これも検討いただきたいと思いますし、それから東京事務所ですけれども、これは総合企画局の方でも議論がございまして、新年度から新たに東京事務所で、企業版の関係のですね、いろいろ戦略をそこを中心にやると、東京を中心にということもあのございましたので、しっかり連携を図っていただいて、まあ、相乗効果が図るようにですね、お願いしたいと思います。で何よよりもあの今回の名称変更によって 私はふるさと納税という言葉ばが、まあ、一人歩きするというか、まあ、あの国民にすべて知れ渡っている中で、ですね京都市がこの名前を変えるということで、今後、市民にも対しても、それからご寄付をいただく市域外の方々、そして事業、企業の方についても、よくです、ね、その趣旨をご説明する必要がこれから出てくると思います。 あの一般的に前からも指摘してますように、この京都,京都市っていう名前はついてますけれども、未来夢基金という、あの同じ名称の基金というのはたくさんありまして、ですね全国に。ほとんどが子ども・子育て、から次世代を担う子どもたちの教育、こういう分野に寄付をお願いしますという趣旨の基金の名前になっているわけです。でこの文部科学省もそういうもので、夢基金というのは使ったりしてますので。 そういうい中で京都があえてこの名前を使うということでございますので、ね、昨年のマニフェストの時は実はそういうシフトをされておって盛り込まれた基金の創設だったんですけれども今コロナでいろんな財政危機ということがあってこれを振り向けるというか新たに再編するといいますかそういうことに逆にうまく対応されたと。 ということでございますのでね、しっかりお願いをしたいという,ふうに思います。で最後にですね、えー、この条例条令文にもございますけれども、まあ、そもそもこの税金を支払う寄付をするでこのしたときにし,した寄付をした方はですね、何に使われるか、何に使ってほしいかという思いが強いわけですね。一般財源と違いまして、だから余計にこの 当初4項目の,あのふるさと納税の使い道だったものがいわゆる5番目にです、ね、市長が適当と認めるものという項目を、まあ、活用されてです、ね、むしろそれにプラス15事業現在あるわけですね4つプラス15事業約全部19業ぐらいあったと思いますでこれはです、ねまあ、市長が適当に適当と認めるものという条文は これはどこでも条文ある,あると思うんですけれどもね、私はこれだけあの広く国民の皆さん、市民の皆さん、企業の皆さんにお願いをするということであれば、その市長が認める事業であるかどうかということについてですね、あのできる限り私はあのその評価委員会とか、審査委員会とか、それ,それはなぜそこにそうなってるんだと、例えば西人の関係のところでですね、支援をしてもらいたいと。 いうことで今回入ってますよね。あるいは建設局のその道路についても入っている。で、これが、あの、市長さんが、まあ、悪く言うとですよ、失礼な言い方です、あれですけど、あの、恣意的にその、そこに相談を受けたからとか、いうことにもなりかねない話ではあるわけです。だけど私は一方でね、あの市長が最終認めるのは構まへんのですけれども、その前段階で、そういう事業が必要であるかどうか、あるいはその事業が、 あの本当にその夢基金として、未来夢基金として、妥当であるかどうかという審査、これを第三者的な期間を設けるというのもちょっと大層な話でもありますけれども、少なくともそういうチェック機能、検証機能は働かす必要があるんではないかと、今回の,この創設を機に、この件についてはですねぜひとも検討いただきたいと思うんですけれども、最後にその点を局長に聞いて終わりたいと思います。 吉田財行財政局長。あのあの先生おっしゃってますようにあの今。 ふるさと納税の中で特に個人版の中でいきますと市長にお任せというところでの財源希望されてる方が多いんですけどちょっと我々今回この夢基金という形で制度創設する時にする際に使途についてですね示し方としまして町費と仕事心の京都創生の総合戦略この5つの観点を基本にしてそこに具体的な事業等を あのののお店をしててまずそこでで大きななな観点で子育てなのかかづくりなのかどういった観点でのごの寄付を、あ市長をご希望されているのかということをまず確認をしていきたいと、確かに今、あの額が大きくなりますので、あの市長にお任せということが大きくなってきますと、確かに何に使うのがいいのかということで、非常にあの混乱をするというふうに思っていますので、まずその市との示し方についての検討を今しているところでございます。でまたあの 国に使っているのかというのが、先ほどあの部長も言いましたように、あのこれからリピーターの確保ということが必要になってきます。当然寄付をされた方が、また自分の寄付がどこに使われたのかということがあの。 非常にあの関心を持たれて、これをしっかりと広報していく必要があると思っておりますので、のこの,あの手法等についても、今、しっかりと来年度を行っていきたいというふうに思っております。その中で、今、先生おっしゃってます、チェック機能ですね、あのですので、来年度からは、の町ひと事あの心の創生、総合戦略に基づくものが柱としていきます。ただあの その中でも具体的に何をしていくのかというときに、あのえー、とそのチェック、あの額が大きくなってきましたので、そのチェック機能等につきましては、ちょっとどういった形で行っていくのがいいのかということにつきましては、ちょっと引き続き検討をさせていただきたいというふうに思っております,ります質疑の途中ですが、1時間を経過しましたので、ただいまから換気を行いままますしばらくそのままでお待ち願います。 進行いたします。山岸じゃ、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私からはあの京都一立芸大の新築工事についてお尋ねをいたします。あの、今回はですね。新築の工事案件ということで、3つの工事を合計するとですね。約200億円と大きな金額となっております。本市はコロナの影響も重なって、財政危機の最中にございます。 市民の皆様にですねその中でご負担をおかけするとことになる中、予定通りこり計画を進めると決めたその検討経過はどうなっていたのか、慎重な検討がなされたというふうに思うんですけれども、そのあたりについてお尋ねをしたいと思いますが、あのう、市長からですね提案説明がございました、特にこの案件についてもですね説明をされておられましたけれども、 あの整備の必要性ということで先ほどもあの部長からもございましたとおりですねあの京都市の活性化であるとかそれから都市各の向上であるとかさまざまなあのメリットについてのですねお話というのはあの挙げられてたんですけれどもこの厳しい財政危機の中でですねどんな検討を経て工事を進めるという判断に至ったのかっていうあたりについてはあまり あのこの中では触れてられなかったのかなと思うんですけれども、えー、今申し上げた点についてお伺いをいたします。長谷部長、はい、あの移転整備を進めあたっての検討経過でございます。あの移転整備の意義につきましては、先ほどご答弁させていただいた通りでございます。で、実際この事業を進めあたりまして、昨年の9月に契約 をするという契約の開発を行って契約の手続きを進めという段階にありましたその段階ではまだ財源不足という状況につきましては明らかになっていない状況だったんですが契約の事務を進めるにあたって仮契約は進めている状況でございましたこの状況の中で引き続き進めていくのかどうかこの京都にとって 京都の町にとって大事なこの未来の活性化、将来ここが活性化し、単税力の強化につながるこの場所において、この契約、仮契約につきまして、このまま進めていくのかということについて、十分検討し、仮契約をこのまま契約解除するというのではなく、しっかりこの町づくを進めることによって、将来の単税力を強化するということを考えました。またあのこの、えー 公共事業を行うことにありまして市内の中小企業であったりあるいは雇用の消費につながるとこういった観点またこの取り組みを令和5年度に進めていくまた地域の町の姿が目に見えて変わってきているこの状況あるいは皆さんが この取り組みを進めていこうというふうに、協力していただいていこの状況をしっかりとらまえて、未来のまちづくりに向かって、しっかりと進めていく、このことにつきまして、総合的に判断をして、このまま進めるということを決断したということでございます山岸先ほどもあの平山委員からもですねありました通り、数値でもってね、本当にメリット、デメリット、どうなってるんやというようなことを、 これから考えるというようなお話が先ほどあったと思うんですね検討すると、でしっかり指名していくということだったんですけれども、やはりそういうことを本当はあの、その仮契約の段階でっていうことですかね、それまではあまり財政危機っていうことが意識されてなかったって今おっしゃいましたけれども、やっぱりそういうところで本当はきちっとね、検討されてなかったらあかんかったん違うかなというふうに思うんですけれども、うん、その点はどうなんでしょうか。 長移転、整備事業に伴います財政効果について、数値でお示しするというのは、正直なかなか難しい面があるというふうに考えております。まあ、そういった中で、今後、この取り組みを進めていくというふうに、昨日も市長から表明させて以上は、しっかりとした何らかの形で数値を示す必要があるということを、私どもとして判断いたしまして、数字を、数値としてお示しできるようなものを、 改めて考えていきたい。そういう流れの中で数値の説明ということをご答弁させていただいたというものでございます。山岸氏、あのまあえっ、ー、と今の判断でいうと、まあ例えばですけれども、あの具体的に言うとまあ例えばこの工事をね、一年延期したらどうなるかとか、いろいろなこう具体的なその検討のあり方っていうのがあっ端々違うかなというんですけれども、今聞いてると。 あまりそういうようなことがちょっと私のこう私の方にはこう説明していただいたようにちょっと思えなかったんですけれどももう少しあの詳細にその辺のところを教えていただけますか長谷部長、はい、あのええ工事を1年延期した場合についてどうかというご指摘でございます。あのそれは例えばあすいすすまません、はい、あのこ工事を延期するととうことにつきましてええ 検討に当たりましては、すでに仮契約をしている状況の中で工事を延期するのか、また工事を延期することによって、京都駅の前に3万6000平米となる、あの広大な土地が残ったままになって、まちづくりが遅れていく、将来活性化によって、探偵区の強化によって、 植えられるであろう、町の活性化による経済の発展というのが遅れていくということ、こういったことについて勘案し、また市内への業者への発注行為がしっかりと行われて、こういう厳しい中で市内中小企業に工事が大きくなたり、行為の創出につながる、こういったことにつきまして、総合的に勘案して進めるというふうに判断をさせていただいたものでございます。 我々こう議会に対しの説明責任ということもあるんですけれども、まあ、一番大事なのはです、ね、やっぱり市民の皆様がきちっとこのことをあの説明を受けてです、ね、やっぱりあの理解、納得される、まあまあ、財政危機でさまざまな面であの市民の皆様に対しても負担があの及んでくると。 いう中にあったらそのことが非常に大事ではないかなと思いますので、そのことを意識したです、ね、説明責任というのをしっかりと果たしていっていただきたいと思うんですけれども、そちらについての決意はあのどうなのか、教えていただけますか。吉田局長 あのえー、と先ほども平山先生にもご説明をさせていただきましたように、あ,のこのあそこの,あの京都駅前の三万六千平米の土地が非常にポテンシャルの高い。あ,の、えー、ある場所であるということについては、あの先生方の方ともあの意見が一致するところだというふうには思っております。であのこの機会を逃すのではなく、いわゆる今先生。例えば、一年というふうにおっしゃってましたけども、じゃあ一年延ばして。 伸ばすとじゃあ必ず次の,あの事業者を選定をしてこの,あの事業が進められるのかというと、えー、そういったあの、えーえー、こともあの例えば大阪の方でのその 大きな開発が始まります先日も大阪市の予算等が発表されましたけどもそういったことが本格的に進んでいくというような状況でございますそういう中で当然都市閣ということもございますけども現実的にそこの事業者その事業を進めていく上でその請け負っていただく事業者そのものの選定が本当にできるのかどうなのかというのも一つの我々としては課題としては持っておりましたであのあの このポテンシャルを高いというところをしっかりと進めていくためにも、まずこの木を逃さずに、この今のこの流れの中で対応していく、当然、先ほども言いましたように、経済効果ということは当然出てくるものだと、まあ、具体的にはまた後日、ご報告はさせていただきますけど、ご説明させていただきますけども、あるものというふうには我々認識をしておりますので、そういったところでの事業、それをしっかりと進めてまいりたいというふうには考えているところでございます。 あ申しまそれと、あと,あの、えー、とこの,あのしっかりとそういったあの状況等につきましては、我々目指すところにつきましては、あの昨日、市長もあの提案説明の際にはご説明をしましたけれども、あのよりあの具体的に市民の方にもしっかりとご説明をさせていただく、いろんな機会を通じて説明をさせていただきたいというふうには思っております。山岸 それからの先ほどもですねございました、全体の,あの工事の金額は300億円ぐらいになるという,ようなことで、当初聞いてたまま250億というのは、その時はまだだいぶあのどうですかね、計画があの構想段階の時だったと思うんですけれども、それからもまあ50億増えているようなあの状況になっております。 でそういう中にあって、ですねやっぱりあの今後、やっぱりその工事の金額がですねあの増えないようなやっぱり努力ですか、やっぱりそういうあの工夫をあのしていただく必要があると思うんですけれども、その点については、どうお考えでしょうか。長長谷部長 はい、すいませんまずあの300億という数字でございますが、これはあの芸大の移転整備に加えて道大学、道の美術工芸高校が移転する費用を含めますと、総合計でということでございます。また、あの今後あの、この数字が増えていかないということにつきましては、しっかりと精査を進めながら、事業者としっかり協議をしながら、取り組みを進めることによりまして、市民の負担が少しでも安くなるような取り組みはきちんと進めてまいりたい、このように考えております。 山岸あのそれから今後、ですねこれまあ工事進めていく上で最近の京都市のいろいろ工事案件でもですねこう、えー、工事が途中で増額変更になるとかね そういう案件が時々出てきてるんですけれども、まあ、そういうこともやっぱり起こらないようなです、ね、ことをしっかりとあの、えー、考えて進めてい,かない行っていただけなあかんのに違うかなと思いますけど、まあ、あの出てきたらもう仕方ないかも分かりませんけれどもです、ね、やっぱりそういうあのことが起こらないような あの努力というのもですねあ、あわせてお考えいただきたいのと、それから今後の,あの工事全体のスケジュールというのは、どのようになっていくのかについて、お伺いをいたします。長長谷部長 あの工事につきましてはあの、例えばインフレスライドとか、手際の場合については、やむを得ないと思いますが、そういった場合、除いてあの工事は、工事の金額が増えるようなことになりないようには、しっかりと取り組んでまいりたい、このように考えております。あと、工事のスケジュールにつきましては、道田備津工業高校は令和5年4月の開校、またあの大学の方は令和5年の秋。 9月,10月開港を目指しておりますそれに向けまして C 地区の工事につきましては令和5年の8月の末の完成を予定をしているところでございますまた逆に A 地区 B 地区の工事につきましてはそれぞれ令和4年の末 A 地区については令和4年度の末頃 B 地区については令和5年のの末頃 始めごろっていうのを少し後期として想定しておりますが、現在、入札手続き中でございますので、それを踏まえた上えで、しっかりと対応してまいりたい、このように考えております。進行いたします大津委員 ちょっと今の一連のやり取りとこれまでのやり取り含めてですねちょっと私も芸大の点あの数点あの確認しておきたいなと思うんですけどもちょっとはっきり言ってですね今の先ほどからの答弁少し頼りない部分があるなと思っておりましてやはり特例的にですねあの今回すべての事業を精査する前に これだけは進めるのと別枠であったからには、ですねもう少しあのしっかりとした説明をしていただきたいなというのが正直なところです。例えば、ですねまあ先ほどおっしゃったことは全部ついつもあっていると思うんです。例えば、大学ができたら交流人口が増えて経済活性化する、これはその通りだと思いますけど、これはでもどんな建物が建ても当然、交流人口は増えてというわけです。これが投資金額に見合った 経済効果があるのかどうかということをお示しいただく必要があると思いますし例えば芸大は別のところから移転してくるわけですから別のところの経済効果はマイナスであったりとか同胞も一緒ですよね同胞尾行がそこにあることによってこの田野地区の経済効果があったものがなくなったりとかそういうことも分かった上でやってるのかまたこの財政危機の中で多額のお金を使うということで例えばこのお金を今弱っている 事業者とかにサポートをすることによって雇用が維持できて行われる経済効果であったりとかそういう様々な比較の中でこの投資が本当に必要だという判断をしたということをですねちゃんと説明しないといけないと思うんですねえー芸大ができたこんなプラスがありますこの説明は簡単なんですよ有限な財源の中で有限な場所の中で今この投資をすることが大事だから特例的にあったというこの説明をですね えー、しっかりとみんなが納得する形でしないといけないと思うんですがいかがでしょうか長谷部長。はいあのー 今回の芸大の整備事業につきましては、あの意義と、えー、この経済効果につきましては、あのご指摘のとおりかと思ってます。また、えー、移転した後の例えば西京区の芸大の土地、道大尾行の土地、こちらにつきましても有効な活用をすく、えー、進めていくということにつきましては、町内でしっかりと体制を組んで検討を進めているところでございますので、移転したことによって、えー、そこが、えー、有効に活用されない、このようなことがないようには取り組んでまいりたいと考えています。でまた、えー、今回のの、えー、投資の判断にあたり なぜあの芸大を進めというふうに判断をしたかにつきましてはそもそも京都市の町づくり京都市の都市経営の基本的な考え方が文化芸術の町づくりを進めていこうこれによって他の他都市とは違う京都市の特性に応じた京都市ならではの都市,都市づくりを進めることによって都市,間都市間競争に打ち勝っていこうとこういう考え方のもとであの京都駅のあの場所に 文化、芸術のまちづくりを進めるということが京都市にとっての都市価格の向上、さらにブランド力の向上につながって、これが経済の活性化、淡然力の強化につながり、他の事業とは違う京都ならではの特性を持ったまちづくり、事業投資効果が生まれるということを勘案した上で進めさせていただくという判断をしたでございますので、その点はご理解いただければという,ふうに思います。大津委員 はい、ではまあ芸大ができなかった場合とできた場合であそこのエリアを文化エリアにしますとえ芸大が来ないのと来るのででは何が違ってくるのかという具体的な説明だったりとかえ芸大じゃない例えば文化施設を作るのと芸大を持ってくるのでえどれほどその街のブランド力によって違いが出るのかとかその辺のさまざまな可能性を選択した上でえで今の話をおっしゃっているのかということを確認したいんです。長長谷部長 芸大展の構想を発表した当時また基本計画をの中で大学の関係者であったり地域の方々といろんな話をしていきましたあの辺りにあれだけの大きな土地が生まれて 3万5千平米に当たる大きな土地が生まれて、あそこをうまく有効に活用していこう、京都市ならではの土地の活用をしていこうという中で、文化芸術という町づくりをかけられる京都市ならではの都市づくりをしているという中で、あの土地を有効に活用できるのは、やはり京都の市づくがあそこに移転することによりまして、先ほど来申し上げてますが、新たな交流が生まれて、若者がやってきて、さらに企業が進出する、町の活性化、短時間の効果につながる、これはまさしく京都市の 都市経営の根幹に関わる重要な事業というふうに判断した上えでこの取り組みを進めさせていただいたというものでございます大津員はいわかりましたまあここはあの見解の違いだと思いますのであの結構だと思いますがあの、まあ、これから数字出すということですがあのしっかりとですねやはりこの状態の中でこの財政の状態の中でこれだけ大きな金額を出すということにやっぱり市民の中でも なんでなんだという声が出ています、これに関して納得するような説明をです、ねえー、作っていただきたいなと思います、あとこの仮契約という立ち位置をちょっと確認したいんですがこれ仮契約というのは仮に契約が結ばなかったらペナルティが出るのかあとまあそもそも進んできているので今、工事を止めることができないという説明が10月頃にもあったと思いますがこれ仮契約が仮に止まったらどういうの損害が出るかというのは一応あの確認しておきたいんですがお願いします。長長谷部長 はい、あのあの仮契約というものは、あの手続き上、えー、解約するというのは手続き上可能にはなります、だが仮契約することによって、えー、当該事業者さんが、えー、準備されていた、ある例えば、えー、技術管理者の手配であったりとか、資材の調達であったりとか、えー、そういったことに対しまして、えーまあ、あの損害といいますか、損失というのが生じるということが可能性としてはあります。 えそういったあのことが今後のその契約の解除に伴って発生するということ。加えてこれまで京都市におきまして仮契約を解除したという事例はあのすみません知り得る限りでございますが過去に遡ってございません。おついん。はいわ、えー、かりました。まああの仮契約を多分その解除したことがないのは 議会で否決されたことがないからだと思いますがそれを担保にとられると議会の意味がなくなってしまいますのでそのちょっと説明おかしいと思いますが、まあ、この件はあの分かりました以上で終わりますであの次、えー、補正予算ちょっと全体の話に戻るといいますかしたいと思いますが、えー、まあ今年度ですね、あのーまあ、ずっと私心配しておりまして最後また多額の,あの財源不足が出て追加で 交際償還期の取り崩し等が行われるんじゃないかと心配したんですがまっ、あ、たそれがせずに着地したというところは非常に財政部局の方はじめ非常に苦労されてた結果かなというふうに思っております。えー まあ今回、いろいろまあ計上しては減額補正したりとか、いろいろちょっとややこしくなってるんですが、ちょっと私が確認したいのは、令和2年度の当初予算の中で、最終的に減額をした金額というのは、トータルでどの程度の規模になっているのかというのをちょっと教えていただきたいと思います。金山部長はいいいこの、まあ今年の,の減額補正ということうでございまま今おっしゃいましゃた通りあの たびたび財源年数の補正減額補正を行ってまいりました。あの今年度の減額補正あの経費で言いますと116億円の減額で、一般財源で言いますと65億円の減額、あの非常に大きな減額をやってきたということでございます。ははいわ、えー、かりましした、まあ、あのここに関しては あの年度当初おって言ってた規模からするとどうまあ拡大いろいろイベントができないとかもありましたがあの非常にあの頑張ってこの1年間の中でやってこられたんではないかなということであの私はあの非常に良かったなというふうに思っております。先ほどもちょっと話がががありましたがあの臨時交付金が 第3次補正分で50億弱ぐらいの推計の中で今回18億ぐらい使ったということで30億弱余っているということなんですがこれはもともとの位置づけを確認したいんですがこの第3次補正というのは今回のタイミングで補正をするというものなのかどのタイミングで補正をするのか のまあ意図してて作らられいいどのとったんですかねえつまりこの50億というのはえ今回まあ足りなかったからちょっと前倒しで使ったというニュアンスなのかいやそもそも本来であればこのタイミングで全額使うものなのかもしくはこのタイミングとこのタイミングで使うというような分けて使うとまあその辺のもともとの国の趣旨というかその辺をちょっと確認したいと思います。金山部長 はい、あの臨時交付金の,その、まあ、使う、まあ、実金の問題でございますが、これあの、えーと、今おっしゃいました縛りはあのございません、例えば今年度で全部使うという選択肢もございますしあの、来年度予算で使うという選択肢もございますしあの特にこのいつの時期という縛りというのは、今、この35成分についてはございません、はいえー、と京都市としては、まあ、その自由な中で50億のうち、まあ、約20億を今回使って、30億を残したということだと思いますが、これは今、どういうお考えなのか、つまりこの30億に関しては、 えーまあ、当然、今後何が起こるか分からないというのも含めてですけどどういう使い方を予定しているのかその辺の今の考えをお聞かせください。金山部長 先ほど、あのーまあ、平山議員にご答弁いたしましたけれども、やはりこ,のこれを、まあ、ご質問をたたり、全額使ってしまうというのは、ちょっと今後の備えという意味では、まあ、あの不安もございます。あの財政調整基金も非常にまあゼロという状況ですので、ですので、まあ、ちょっと今、額は分かりませんけれども、あのーまあ、追加提案する分で使う部分もございますし、残す部分もある、ちょっとその、すみません、額の詳細についてまだまだ今、検討できてない、あのこれからの検討でございます。アーツ はいえー、分かりました、まああの、私も全額使うのは心配ですしあの、残していただくのは大事かなと思います、で一方で,です、ねまああの、まだ緊急事態宣言下というのはあるんですが、えー、今回の補正を見ていると、まあ、いわゆる事業者に対する支援策みたいなのが非常に薄いなと思ってまして、まあ、ちょっとあの公の場ではないですけど、産業観光局と話をしていても、ちょっとあまりあの積極的にやるような意思が見えなかったなと思ってまして、 まあこの辺はちょっと要望も含めてですがまああの飲食店は比較的国からの,あの補助金もあってえまあ潤沢なところもあるかもしれないまあ規模によると思いますが,ありますがあのやっぱりこうなかなかスポットが当たりにくい小さな業種といいますかえいうところでやはり抜け漏れといいますか補助が行き渡っていないところというのは結構たくさんあるというふうふに思っていましてまあその辺りへの幅広い支援をですねあのこの財源を生かしてぜひ検討を あのしていいいいたただきたいなとううふうに思います、まあ、これはあの要望としてお願いしたいと思いますが、何か答弁があればお願いします。金山部長、はいあのまあ、先ほどもその平山議員にご答弁申し上げましたが、業種にまあ限定せずに広く考えるということで、まあ、この1年間やってきたことも踏まえまして、あのまあどういった制度を構築していくかというのは考えていきたいと思っております、はい、終わります。 進行いたします。田中貴則委員。田中委員。 えすみません私の方からはこ、まあ、今回の補正予算もそうですけど、まあ、今までの補正予算にもですね、まあ、の国からのまあ新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金というのは多く当てられているというふうに思っておりますし、まあ、今回もあのコロナ対応とかでいろいろと当てられております、まあそのまあ、まず認識を確認したいと思っているのはですが、私自身はこれまああの、まあ、国の政策でカバーできひんところでですね、 まあ、地域の実情に合わせて、いろいろと取り組みの財源に充てられているというふうに認識と思いますし、まあ、京都市も主にまあ感染症拡大防止とです、ね、まあ、今回のあります京都経済え、市民生活の下支えにこれまでも充当されてきたな、だなというふうに思っております、まあ、それで,すそうです、ね、またこの交付金は思うのは、まあ、地方創生の名目もありますんで、まあ、地方の実情に合わせてまあ使えて、まあ、比較的自由に使っていけるのかなというふうに思っていますし、 まあ,あの救済策として今使うのかまたえまあ収束後に向けた投資に使うのかという部分でですね本当にあの京都市も含めですねこれ行政の大きく手腕が問われるまあ制度のなんだなというふうに思っておりますまあそういった中でしっかりと使い方をですねえ考えていかないといけないという形でいろいろとまあこれまでの補正予算も でもいろいろと考えてい,っていただいているんだなというふうふに思っておりますがまああの全国でもいろいろと声があるのはですねまあ例えばですねまあ佐賀ではですねあのその使い方に関して議会でまして修正をされたというあの記事もニュースもありましたしまあそういった部分でなかなかまあこれが使い方が正しいのかどうかという判断は難しい部分はあるんと思うんですがまああのこれ、新型コロナ感染者なくてもですねまあ予算を 貸しなければいけない事業にですねもしかしたら、重当しているのではないかという声が、もしかしたら使い方次第でで、ねね、出てくるのも考えられるのではないのかなというふうに思っております。そうした中で、まあ、あの京都市で、まあ、臨時交付金の考え方、私には今、えー、申し上げましたとおりの考え方で、まあ使,いえーまあ、使い道を進められてきているのかなというふうに思っておりますが、その認識がまず正しいのかとお聞かせいただいていうえに、まあ、いろんな声があると思います。実際問題は、まあ、しっかりとですね これも使い道についても、やっぱり市民とかわれわれ議会の方にも説明はしっかりでき,てあのできる形で使われているのか、その点、まずお聞かせいただきたいと思います金山部長。はいあのまあ、臨時交付金についてでございます、あの認識につきましては、あのまあ、先生おっしゃったようなことかと思っています。ます、やはりその感染拡大防止と、えー、まあ京都経済の回復、市民生活の再生、まずはあのこの2本の柱に沿って使うということ。 でそれであのやっぱりその施策を考えるにあたっては やはりその考えた政策がその今のこの時期にかなっているかまあタイムリーなものになっているかということそれからそのまあやることがまあ効果がきちんと上がるのかどうかまあこの2つがあの大事かなと思っています。まあの今、全国的な問題のことも先生おっしゃいましたけどもちょっとあのよその事例とか見てますと例えばそのえまあライトアップをしてあの医療従事者の方に感謝をするというようなことまあこれに交付金を使ったという,ような事例があるとも聞いております。で おそらく医療従事者の方への施策が必要、これは時期にかなっているのかなと思うんですが、おそらくライトアップということがこれが効果という意味で多分問題になったのかなと思っております。そういう意味でいきますと、京都市は先ほど申し上げた時期にかなっているか効果があるかという点で厳しく見ているというつもりでございますので、おっしゃっているような全国的に問題になっているようなことは生じていない、そういったことについて、市民についていろんな場で説明ま していく必要がある、あの、そのように認識しております。田中委員。まあ、あの、今、ね、できる限り、あの、まあ。 他の都市のようではないような感じでやっておるということでありますし、まあまあなかなか。これもまあ事業としてやっても今回も不養額等というのもですね。まあ出ている部分は、これは致し方ない部分、やっぱりそれぐらいを見込んで、与と政策を考えていただいて実施して頂いてる分、しかしながらまあ見込みが少なかった不養額っていうのも出てきているのはと思います。まあ、そんな中で思うのはですね。やはりあの先ほども申しました。通り、本当にあのまあ、基本的にはまあコロナ対策。そして京都ではあの京都経済と市民の下支え。 という,ふうに思っておりますがまあその他の部分でもですね 使われている部分がやっぱりなゼロではないのかなというふうに思っておりますし、まあ、なかなかコロナ,コロナでね、じゃなくても、まあ、ここは予算をつけなあかん部分につけられていることがないのかなというふうに思ったんですが、まあ、ちょっと1点だけ、その制度自体はです、ねあの、悪いあの、必ずやらなあかんので、その時代をなくせという話ではないんですが、1点だけちょっと私、疑問に思いましたのは、この中でまああの、今回、臨時交付金使われている中で、まあ、不妊治療の拡充ですね。 私にこれも代表質問等でやらせていただく中で、これ、拡充の中、国が二分の1、そして実施主体が二分の1という感じ考え方だったというふうに思っておるんですが、これを臨時校付近をまあ当てるという形ですね、を取られてるというのは、どういうことなのかな、その点を聞かせていただきたいと思います金山部長。はいあのまあ、不妊治療の件ですが、今、先生おっしゃいました、実はわ私もこれ、当てられるのかどうか、ちょっと。あの まあ悩んだ部分ございましたで、あのー、これ、国に確認いたしましたところ、まあ、これ、国の3次補正で、この不妊治療の予算が計上されたということで、あのー、3次補正の事業については、臨時交付金が充当可能ということで、国からまあその見解をましたので、計上しているという、まあ、そういったあの背景で、今回、計上させていただいたところでございます。 田中委員、わかりました。まああのー、おそらくこれ国の出二分の一まあ実施歳二分の一の二分まず国の二分の一はこれ多分負の支出金というのは国を負を通してまあ国の部分が入ってきてまあ京都市が出さなあかん部分ですね。それをまあまあおそらくまあ本当には単ピで出す部分をまあ今国の見解ではこれを出していいという形で充当されたというふうに認識しております。わかりました。そういった部分でですね、まあしっかりと説明をできるようにやはりコロナ禍で。 必要なところっていうののはやっぱり多くの方困られてますだけら京都市があの自分の都市で実際やらなあかん部分に使ってるんではないかという疑問をです、ね、持たれるようなことではなかなかあのやっぱりこの中、大変な皆さんには説明ができなくなってくると思います。そういったことも含めてしっかりとです、ね、あのこういったことを精査しながら説明できるようにやっていただきたいと思いますし、まあ、あのそんな中、まあ、改めてです、ねこれまあ、今までこれ補正予算今,今年度ずっとやってきましたしこの臨時交付税 交付金使ってですね事業もされてきた部分はあると思います、不要になった部分あると思うんですが、そういった部分をです、ね、改めてちょっとあの年度調書からのですね一覧表があれば、ですねちょっといただきたいと思うんですが、その点、最後にお聞かせいただきたいいと思います金山部長。はいああのー、まあ 事業のある、あのまあ、どういう予算を組んだかと、まあ、執行の状況で、不、ま、要、あ、額と、恐、まあ、らくそういったあの資料かと思いますので、あの作成のみ、提出をさせていただきますえただいま、田中委員から要求のありました資料については。 提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします自社におかれては速やかに提出していただきますようお願いいたします質疑の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は午後1時といたします